かっこええスーツやわ。おさらいしときます。作業配信1回ツイッチの方でやりまして、ブラックキャットの張り込み、鳩集め、で代替のリサーチステーション、あと、まあ、ランドマーク、その他いくつかのアジトで、サブクエストやりました。メインストーリーも1個やっちゃったんですが、その分は、動画で上がってますと。で、そのサブストーリーとかいろいろやってたやつはツイッチの方に、アーカイブがありますと。ということなので、ちなみにこのスーツは、ブラックキャットの張り込みを全部こなしてもらえたやつです。いろいろこなしたから、このガジェットのアップグレードも結構できるんよな。何がええかな。素材がめっちゃあるけど悩むわ。ペットボトルが、カーンって言った。悩むわ。まだ2つないねんな。まあいいや。よし。つうことで、今回の配信ではメインストーリーをガンガン進めていこうかなと思っておるわけです。よろしくお願いします。お、デーモンが暴走して、もっと簡単に稼ぐ方法あるだろう。しかも迷惑かけない方法。はい、はい。ちょっと待って。ボーナス目標はなし。あ、いた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 。何？よく見えんな。犯罪トークンが意外と少ないから。はいはい、いた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 。どうやって撃つんやったっけ。 R1 か。めっちゃ我慢してるやんこいつ。うら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 、ほら、ペタペタしろ。ほら。あっぷな、あぶな、あぶな。このウェブシューターをね、なぜあんなに大量の現金が必要なんだ。強化したから、もうバンバン撃てるんよな。ええー、こっちゃ。ういー、確認しとくか。式典に行くと。なんで式典に行くんやったっけ。忘れた。まあ行けばわかるな。いやよいしょ。サブをしっかりこなしすぎてね、しっかり強化していったらもうぬるゲーになってまうんちゃうかなと思ってますね。ぬるゲー大好きやけどね。
ほら、あそこが入り口よ。正面で見てるわね。ずいぶん大勢集まってるな。奥さんか？心配ないわよ。最後にスピーチしたのは高校の時だぞ。しかも成績は C-。 もうこれを見たら先生も喜ぶわよ。ねえ、大丈夫だって。スパイダーマン助けたんだよ。父さんもスーパーヒーローの仲間入り。スーパーヒーロー？父さんはただ諦めが悪いだけさ。いや、こいつマジで優秀やったからな。うん、行きましょう。なんかでも奥さんと息子とこう、ようこそ皆さん、オズボーン市長にご登壇いただく前に私からも一言。仲良くされると怖い。ニューヨークの街を支える模範的な市民の皆さんに心から感謝。ギャングの構想は一件落着。それでは市長にご登壇いただきましょう。完全にってこと？あ、まだやり残してることはあるけど。やり残し？ああ、コンソリデーテッド運送って会社のトラックが現場から逃げてさ、なんていうかこうすっきりしなくて。うん、式典終わったらお茶しながら考えてみる？ああ、うん。どうもありがとう、ジム。君の見事なスピーチの後だとプレッシャーだな。ご存知の通り、デイビス巡査はヒーローです。やっぱりお茶じゃなくて夕飯を食べるっていうのはどう？集中しろ、集中。僕が作るよ。じゃなかったら変な気を使わなくていい場所で至って普通の食事でもする。プロの料理でね。彼の何も答えてくれ。責務を超えた活躍とその素晴らしい勇気を称え、ジェファーソン・デイビス巡査にニューヨーク市警名誉勲章を市を代表して授与します。お電話です。今手が離せないんだがね。緊急のようで。わかった。おめでとう、巡査。なんか怖いわ。奥さんと息子が見守ってる中ひどい目に遭いそうで怖い。今日この勲章をいただけたのも我が妻リオと息子マイルズという愛する家族の支えがあったからです。もしもし。ずっとこの時のために生きてきた。誰だね。数日のうちに貴様の会社、この町、そして愛する者すべてがこの世から消える。たとえ人々が泣きすがろうと、貴様にはもうどうすることもできない。誰だか知らんが、こういう脅迫は慣れっこなんだよ。何が望みかはっきり言ったらどうだ。貴様の苦しむ姿だ。怖い怖い怖いし、ペットボトルが音鳴るし、なんやこれ。お、スパイダーセンス。うわあ、あ、え、こいつもなんやこれ。お、お、え、え、自爆か。うわ、おい、スパイダーセンスでだいぶ前から気づいてたのに、 MJ を押し倒すことすらしかできへん。何のためのスパ戦やねん。俺も。あの距離でこれやったらもうデイビスが、デイビスもうダメやろ。ちょっともう初っ端これ嫌やな。マイルス、マイルス、よかった。
うわー、ピーター起きて。なんでマイルズ目線なんや。うわ、マイルズ目線どころか、マイルズ目線どころか、マイルズ操作や。え、こいつ何してんねん、寝てる場合か。なんでこんなかがんでんの。おかんを探しに行けばいいんかな。なんだよ。え、あっちだ。どっちや、こっち。嘘。え、嘘。跳躍。おお、危ないって。マイルス危ないよ。これはマイルな。いや、絶対危ないって。行くなよ。まあ、行くしかないよな。おい、もう。もうやめてよ。テコの原理とか使え。よし、いいですよ。オッケーオッケーオッケー。マイルズ、マイルズ、大丈夫、よくやったな母さん。母さんは平気よ、怪我はしてない。僕は平気だよ、大丈夫。怪我はしてるよ。本当に平気。私は大丈夫、平気だから心配しない。ねえ母さん、愛してるわ。ああ、待って、もその愛してるわとか言うのやめて。マイルズ、ダメ、行かないで。父さんは生きてる、見つけてみせる。なんでそんなわかんの。マイルズセンス、どこ行くのこれ。マジか、このルート。おお、怖いよ。いや、行ったあかんと思うけど。生きてる。そう、いや、まあ確かに死んでてほしくはないよ。え、なんでそんな、こんな、あそこにいたのに、こんなルート選ぶ。あ、車や。なんなんだよ。うわー、いやいや、絶対あかん、絶対あかんやん。え、どうするつもり。え、どうする、何ができんのこの状況から。どこに行くつもりだ。うわー、うわ、あかん。マイルズセンスあるわ、マジで。回り込む。ああ、そうか、マジでマイルズセンスあるやん。まだだ、見つかっちゃう。向こう向け。よし。何がよしなん。え、嘘。あ、ほんまや。よし。うわ、もうガラスとかもう、いやー、あー、やめろ。いや、マジで、マジでめちゃめちゃ危ない。嘘やん、こんなん嘘。うわー、もう。いや、前にもおるやん。え、怖いゲームや。生き残りがいないか、皆殺しするつもりってこと。え、嘘。まだダメだ。いや、でもさすがデイブスちゃうわ、デイビスの息子やな。見つからないように行かないよ。いけるよな、これ。うわー、どうしよう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 。あ、来おへんわ、アホや、あいつら。
ああもうガンガンやられていってる。大丈夫か。こいつら結構ザルやな。何このルート。いや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 、生き残りはいない。いや生き残りはいないって言助けないと。生き残りはいないって言ってるやん。怖い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 。大丈夫か。す今だ。あーガラスの音か。なんでこっち来へんの。あいつらビビってんちゃうか。意外とこっち。いやあそこまで行ってどうなんの。行くか。父さん待ってて。こいつどうすんの。こいつどうすんの。おお。あーかーん。ここまで頑張ってきたのに。そんな待て。あかお腹グーンってやられる。あー用は済んだ。行くぞ。やっぱりっていうかおったもんな爆発前にリーさん。もうリーさんなんかある思ったわ。うわ父さん父さん嘘だろ。目を開けて父さん死なないで。マジか。マジで。もうフラグってすごいな。嫌な予感って当たるわ。あ1週間後。うわもうアホか。マジやん。何してくれてんねん。何それ。八つ橋。八つ橋や。生前デイビスが好きやった。残念だったね。お前なんでずっと寝とってんこいつ。あなた誰。僕はピーター・パーカー。あの時視聴者にいて。なあ初めて話すけど、でも君の気持ちはよくわかる。いやそう言いたかったんだろう。違う。それともいずれ時が癒してくれる。神様が見守っててくれるとか。そうじゃないんだ。僕はただ力になりたいだろう。あかん。マイルズセンスで全部お見通しやわ。ごめんなさいね。私も途方に暮れてて。おお。
デーモンの台頭。いや、うわ、そして受賞者はっていうタイトルやったんや。受賞者は亡くなったってことか。忙しいの？何？マーティン・リーの捜査はもう始めた？いいえ、スパイダーマンの勘だけじゃ捜索は始められないって言ったでしょ。信じてよ、絶対あいつだって。だったら動かぬ証拠を見つけてちょうだい。動かぬ証拠ね、オーケー。喪服脱いですぐこのスーツに着替えてる。何考えてたの？自分がヘマしたせいであの子は父親を亡くしたって。聞く耳持たないだろうけど少し休んだら。警察はその後リーの手がかりを見つけたの？探してすらいないよ。ユリですら信じてくれない。なら私たちで探そう。少し調べてみたの。この住所に行って、このリサイクルセンターの経営権をマーティン・リーが去年購入してたの。そこに隠れてるってことかもね。フィーストにはいないし、リサイクルセンターにいなかったとしても居場所がわかる証拠があるかもしれない。ああ、ありがとう MJ。 後でまた連絡する。ああ、それからレーモンを事情聴取した刑事と話したんだけど、マーティン・リーには特殊な力があるって言ってた。人を闇に落とすって。闇に落とす？どういうこと？マインドコントロールみたいなもの。人間の闇の部分を引き出して普段しないようなことをさせるって。現実離れしてない？壁の上走れる人がよく言う。あ、いける。あー、もうウェーブで飛び回る気分になれへんわもうと思ったけど、あと 1600m しんどいな。マーティン・リー。お、今日という日が訪れるたびに皆が英雄ジェファーソン・デイビスを称え、彼の死を嘆き悲しむことだろう。うん、だが二度とこんな悲劇を起こしてはならない。うん、私は何でもかんでもスパイダーマンのせいにすると言われてきたが、うん、これだけは言う。うん、爆破は奴のせいじゃない。おお、あの卑劣な行為で責められる武器は他でもない実行犯だ。だがニューヨークの安全を、いやいや、もうスパイダーマンのような手に負えない輩を許すわけは。一瞬だけや、あいつ。神に誓って今こそ街を取り戻そう。どんな締め方やねん。そこでスパイダーマンのことを言う必要あるか？なんなん？全部隊へ。大勢の市民が乗ったバスで人質事件が発生。大アンチやん。ポートサイドで応援要請。応答を。どこ？人質事件行くか。動画開いて、見ずに低評価をしてるやつやん。よいしょ。10分ぐらいある動画。よいしょ。10分ぐらいある動画、8時に上がって、8時1分の時点で低評価ついてるやつやん。絶対見てないやん。ああ、これ人質か。はい、あ、いた。はい。あ、強っ。やっぱこいつらあれやな、無効化せなやばいな。ガジェットエレクトリック、はい、はい。よし。あ、しまった。うん。いや、意外とこっち向いてへんやつおるな。あ、頑張ってるんやね。
よいしょ。本当あいつら人質取るの好きだよね。しまった、ボーナス目標忘れとった。よし、ということで行きましょう。MJ の鑑定中、ここデーモンだらけだな。まずはこいつら倒して、調査はその後。こいつらはどうやってどうやって味方を認識してるんやろうね。あ、ありがとうございます。スーツっぽい服着てて、お面しとって中国語喋っとったらもうそれで OK なんじゃないの。二人固まってんな。よっ、あ、間違えた間違えた間違えた、俺この間違い多いな。もうウェーブ飛ばしたいのに飛んでしまう。はい、銃よこせ。まだ生きてんの。おいしょ、大丈夫か。R1 な、 R2 を間違えて押してしまう。おい、あのデブよな、あのデブが厄介やから。おい、デブもハングフィニッシュできんのかな。あ、できるわ。はい、OK、 片付いた。あ、こいつしんどそうやな、頭熱そう。照明で、はあ、厳重なロックだな。ここ銀行じゃなくてリサイクルセンターだろう。厳重なロック？電源を見つけられれば開けられるかも。ああ。ん？どこや？お？どんなとこに電源置いてんの？え、こっから入るんか。入れんな。ああ、下か。回路をオーバーライドできそう。エレクトリックウェブだ。はいはい、ちょうど装備してるわ。うまくいったかも。でもまだ電気が足りないな。まだ足りひんの。ああ。電気足りひんの。よし、回路はまだ安定してる。近くに別の配電盤ないかな。はい、見っけ。何やこれ。見つけた、やりたい放題やな。もう少し、あともう一つだな。あともう一つ、あ、あれか、開いてるやん。厳重かこれ。はいはい、お邪魔しますよ。着替えるか。あ、スーツ新しいのある。ステルススーツビッグタイム版。うわ、チャレンジトークンっていうのが全然ない。チャレンジトークンって手に入れたことないな。
アワーは、エレクトリックパンチにしとくか。多分デーモン相手これが強いと思うねんな。エレクトリックウェブ強化しとこうか。回数増やして、うん、またチャレンジトークンや。チャレンジトークンって何や。ベネッセと契約せなあかんやつ。あー、やっぱこのスーツかっこええな。よいしょ。ん？ん？こうか？違うか、上か。はい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 。これって何や。銃、銃や。リスクの武器庫にあった銃。蓋は閉めとけよ。ゴミの匂いとか映るやん。火使えよ。これって奴らが狙ってる場所かな。待てよ、これオズボーンさんの選挙事務所だ。おう、ルートは全部同じ住所からスタートしてる。どこ。まあええか。高性能の機材だらけだ。お、後でこれリサイクルして自分の武器に使えるかも。うん、絶対に窃盗やけどねそれ。うわあ、すごいな。フィスクの建設現場にあった爆弾だ。うん、まあ、建設現場に爆弾があってもまあおかしくないか。まだなんかある。ん、マップが黄色いからまだなんかあるんか、ここに。ないよな。もう移動すればええんやろか。え、違うんかな。ちょっとわからん。ん？積んだ。建物をし、あ、あったあった、まだあった。危な、もうトラック爆弾。最終回迎えるとこやった。ギャングの構想なんかじゃない。デーモンは市長を殺すためにフィスクから武器を盗んだんだ。ねえ、リーはいた？いや、でも君の言う通り、リーはここをデーモンの隠れ蓑にしてた。爆弾に銃の密輸。嘘でしょ。奴らの計画はそれだけじゃない。今度はオズボーンの選挙事務所を襲う気だ。リーはオズボーンに何か恨みでもあるのかな。住所を見つけたよ。奴らの拠点だと思う。急げば奴らを止められるかも。気をつけて。ユリ、聞こえる？何のよ、ボスにお説教されてて忙しいの。マーティン・リーとデーモンが攻撃を計画してる。今度はオズボーンの選挙事務所が標的。確かなのね。先週から間違った情報ばかりで。これは間違いない。リサイクルセンターの住所を送るよ。証拠は全てここにある。分かった、選挙事務所に避難するよう伝えておくわ。もしこれが間違いだったら転職活動手伝ってよ。よし、行きましょう。いやー、リーさんか。めっちゃ怖いやろな。車運転しててこんなやつがスレスレで出てきたら。車線変更もままならん。
うい。よいしょ。気持ちいい。で、ここ。あ、ミスった。いやー、楽しいわー。よし、来た。コンソリデーテッド運送たくさんいる、うん、それじゃこっそり行くか。しかもスタイリッシュに。こっそりかつスタイリッシュ、俺の一番好きなやつやわ。ガジェットページを開く。あ、早速トリップマイン。レーザーで起動したウェブトラップで敵を瞬時に無力化。うわすげえ。リサイクルセンターで拾ったもの使えるかも。壁に設置しといて前を通ったやつを捕まえるってこと。めっちゃいいやん。チャレンジトークン。この後相当チャレンジせなあかんな。最高。悪者の武器で悪者退治。壁につける。おお、つまり全ての行いは自分に返ってくるってこと。トリップマインはほとんどの場所に設置することが可能。なるほど。見た？状況よくわからんかった？すげえ、もうステルスキルだけでやっていけるわ。スナイパーおったよな。どこ行ったら。ああこっちこっちか。トリップマイン、トリップマイン行こうか。あ、でも数が回復せえへんな。よいしょ。まあハングフィニッシュゲーでええわ。あーでも後ろからこっそり近寄ってやるやつもやりたいな。こっち誰もおらへんよな他に。どうもー顔に糸張られても大丈夫やろお前らは。お面つけてるんだから。おらへん。はい。あ、やばいやばい、危ない危ない。お、今こそトリップマインを。あ、大丈夫やわ。ん？あ、上を見上げてるやつがおるんか。それ厄介やな。今までそんな発想を持ったやつおらんかったのに。こいつか。はい。これで大丈夫？おっとあいつか。あとトリップマイン使いたいな。遠すぎるかな。いけるか。おやすみ。よし。うん。あれって爆発するんかな。爆発はせんか。
あっちから先やる？よいしょ。パズルゲームみたい。おお、何してんのあいつ。おねんねしてな。あんな能力あんの。いやもうステルスだけでやりたい。これはこれはウェーブにして、はい、僕のこと気づかなかった。あ、危な。オッケー。あと二人。これってもうこのクレーンで二人倒せたりするかな。やってみようか。よっ、よっしゃー。オッケー。リーもいないし、中を見てみよう。普通に焼けろ。いやー、うん、地味やけどステルス楽しいな。請求書、ペールホースライドか。かなり整備に金かけてる。他にもないか調べてみよう。町中に奴らの基地があるのか。なるほど、今度はデーモンの拠点か。思ったより大事かも。これじゃまるで軍隊レベルだ。うい、あ、うわぁ、おぉ、ねえ、その光るやつ2本も必要ないんじゃない。はい、鞭を持った敵はアイテムを投げてひるませよう。空中戦は避ける。なるほど。あ、だだだ、あ、だだだ、アイテムを投げてひるませよう。よいしょ。ちょっと勘違いしてない？僕そういう趣味はないんだよね。ん？ああ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 、もう何なんすか。いやあ、MJ。 いや、今忙しい。オズボーンの選挙事務所への攻撃は阻止できたと思う。よかった。リーは見つけた？いや、はい、でも調べた方がいいものなら、もっと来てほしい。もっと来てほしい。あ、もっと来てほしい。いや、もう、いや、もう頑張ろう。あ、くそ、無理かな。あ、死ぬ。くそ。なるべくまとめて、なるべくまとめてあれで倒したかったんやけどな。いや、諦めへんぞ。お、あ、全然あかん。死ぬ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 、死にたくない。わしは死にとうない。わしは死にとうないぞ。はい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 、落ち着いて、はい、落ち着いて、はい、あ、痛い。空中戦は控えろってどういうことやろうな。空中におったら無知なやつが攻撃してくるんかな。はい、俺のこのウェブシューター強化しまくってるこの恐ろしさよ。危ない。ほら、くっつけ。はい、あー、いった。あ、無知のやつ厄介やな。よし、あか、あ、ほんまや。なるほど、マジか。あか、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 
厄介や。今までとりあえず空中に、危ない危ない、いた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 、空中に逃げとけばなんとかなったのに。あ、しかも防いでくるやん。あ、危ない危ない、やば、強どうする。違う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 、危ねえ。エレクトリックパンチ、あ、痛い。やめろ。しゃあないな、このエレクトリックパンチの封印を解くしかなかった。おい、危な。了解、シルバーバード、現場に降下する。何、もう一匹だぞ。銃を構えろ。また新人、また新しい勢力や。おい待て、俺の獲物だ。そうかい、このクズ野郎を殺して。ちょっと、そういうのはこの町じゃルール違反だよ。コード SM1。 ちょっと待った、その前にさ、こいつらなんや、かっこよすぎる。コード SM1、 指示を待つ。了解、コード SM1。 何これ何これ、シルバーバードを待て。何これ、何こいつ、絶対こいつがシルバーバードや。いや怖っ、怖い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 、なんなんこの人、普通に着地してる。決まってる、80点ってとこ。ああ、ああ、もうやっぱりそういう趣味あるんや。今のは九州、話してあげて、彼は味方よ。お、警察側か。ユリ、説明してくれる。彼女はシルバーサブリノワ、警備会社インターナショナルっていう警備会社のトップよ。オズボーン市長に雇われているの。市長が軍隊飼ってるってこと。今度我々の邪魔をしたらこの程度では済まないぞ。怖っ、言って、後で連絡する。え、怖っ。はあ、ねえ、セーブルの件はごめんなさい、言っておけばよかったんだけど、急に決まってね。平気だよ、僕たち相棒だろ。いつ相棒になったの。何、ご機嫌斜め。とにかくセーブルのバックには市長がついてるってこと、はあ、送ってくれた場所で爆破計画の証拠を山ほど見つけたけど、リーにつながるものは何もなかったわ。今探してるとこ。いや、MJ、すぐ電話かかってくるわ。マーティン・リーが所有してる会社の記録を調べてみた。街中に会社持ってるみたい。運送会社で見つけたマップと場所が一致するな。調べてみる。何か見つけたら連絡して、証拠固めてみる。了解。それじゃあ僕はビーストにあるリーのオフィスで彼の動機を暴いてみるよ。それと次の計画。OK、おばさんによろしくね。待って、おばさんも危ないんじゃないの。いや、リーの狙いはただ一人だよ、ノーマン・オズボーンさ。おい、スキルポイント溜まっとるぞ。どうしよう。空中、今んとこ空中にとりあえず飛び上がっときゃ大体大丈夫やったのにな。対デーモン戦を考えると、いやでもそんなにないな。シールド持ち、あ、おるなおるな。でもスイングキックも空中からの攻撃やしな。ムチ持ってるやつおったら嫌やな。カウンターストライクまで我慢しよっかな。あと1ポイント。
チャレンジトークンがない。エレクトリックパンチがやっぱあいつらには有効なはずよね。よし、エレクトリックパンチ発動させときゃもう近寄ってゴリゴリにパンチするだけで大丈夫や。行くか。博士から留守電。あ、何？まだラボで働いてくれるかな。給料は払えないが、ひとまず売りをしのげる程度には金を集めておいた。今回のバージョンならうまく軌道に乗れば確実に資金を集められる。しかも巨額の資金だ。また連絡する。よし、祈りまくっとこう。これ。これ。4人の敵をくっつける。あ、今んとこ1人もくっつけられてないな。じゃあトリップ前に。危なっ。ほい。ほら、どうした。地面は、あ、地面はちょっと使えなさそうやな。味方に当たってるやん。吹っ飛ぶ方向考えなあかんな、爆弾で。あ、やった、捕まえた。行きましょうか。なんでお前やねん。はい、やらんちゃ。よかった。あ、危うくセーブルがデーモンにやられるとこだ。ああ、警備会社のやつらか。こいつらの装備かっこええな。よし、どこ、カサ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 。あ、これか。する？リーさんが留守の間、おばさんが切り盛りするなら、おばさんの仕事は誰が？私よ。いつも人手不足なの。いい人いない？一人いるよ。マイルズ・モラレスっていう子。聞いたことある名前ね。お父さんが名誉勲章を受章して。ああ。葬式で話したんだ。頭のいい子でさ。でも、落ち込んでて。マイルズの意思全く尊重してない。昔の誰かさんみたいね。あの時は忙しくすることで気が紛れた。だからあの子も。これお母さんの番号。ありがとう。勝手なことしてる。ねえ、リーさんから連絡はあった？いいえ、なぜ？別に。まだ仕事まで時間あるし、何か手伝えることがないかちょっと見てくるよ。あら、別にいいのよ。いいから手伝わせて。おばさんの意思全く尊重してない。リーのオフィスを調べよう。野菜切ろうか。あなたがキッチンにいるとかえって邪魔になるってよく知ってるでしょ。くっつける方が得意やけどね。何かくっつけるものある？モラレスさんに電話しておく。大丈夫。それに今は視聴者にいた人と話す気分じゃないはずよ。
じゃ、俺にできることはないわ。うん、解散。ピーター、元気そうで安心した。なんとかね。視聴者にいたんだってな。無事でよかったよ。うん、ありがとう。みんなホームレスの男っていう名前やから見分けがつかん、名前では。うん、オフィスに鍵が。どうやったらバレずに入れるかな。ん？センス。あ、カサカサカサ。おお、この部屋初めて見た。わあ、なんか電気が通ってるな。危ないよなこれ。うわ、危な。高圧線なんて何に使ってるんだろう。うん、いいぞ。分かってます。でも口座番号は D さんのオフィスで今は入れないんですよ。番号が分かったらすぐに電話しますから。いいえ、いつになるか分かりません。ベンならどうするかしら。ベン、ベン、あの流れ星銀に出てくるあの茶色い、あの、はい、おな、何やあれ。通気口から見えた部屋はきっと祭壇の裏側にあるはず。ん？リーの日記。バリバリ鍵ある。鍵だ。ゲット。何の鍵だろう。日記は読まんでえの。あ、読める。ウィルソン・フィスクが逮捕された。はあはあはあ、へえ、はあはあ、へえ、はあはあ。リーは葛藤してる。ノーマンに本当はこんなことを望んでなかったのかな。ああ、ほんまや、葛藤してるな。飢えたデーモンを抑えておくほどの力がない。どういうことなんやろ。おばさん宛てのメモだ。おばさんを本当に信頼してるなら狙われることはなさそう。おばさんは大丈夫ってことか。うわー、なんやろう。デーモンのボスか、もしくは上の方の幹部なんやな、リーさんは。でも、うん、写真の祭壇何か足りないみたいだな。完全な悪人じゃないんか。何かが足りない。写真の祭壇どこ。ああ、なんかいろいろあるな。リーの父親が彼に聞かせてた怪談話。調和でのみ従わせることのできるデーモンか。ああ。一人でチェスやってるやん。ない。ああ。なんやねん。あそこになんかするんやな。あ、ここ見てなかった。リーはニューヨークに貢献してきた。こんな闇を抱えていたなんて信じられない。
うん。ん？ああ、鍵穴あった。パズル式の鍵かな。鍵穴あったわ。わからんかったな。何これ何これ何一瞬おお。ああ、なるほど。おう。やった。おう。うわ。適当にやってたら開いた。